現在気温は10度、2桁まで上がりました。風も暖かく感じます。上着を持って歩く人に大きな水たまり。幹線道路に雪はありません。札幌の今日の最高気温は 13.9 度で、2月としては観測史上最も高い気温となりました。暖かいです。上着まで持ってきたけど。着ることないです。夜しか。住宅街に行ってみると。大きな水たまりがありますね。道もガタガタで、車が大きく揺れています。排水が追いつかず、道路一面が水浸しになっています。雪解けの影響はこんなところにも。こちらのコンビニエンスストアでは浸水してしまい、現在営業ができていません。駐車場には雪が溶けて水たまりが多くできています。北区南愛の里にあるコンビニでは、午前10時ごろ、店の中まで水が入り込み、一時、くるぶしほどまで浸水したということです。現在は営業を再開しています。道南の大沼でこの時期だけのワカサギ釣りが人気です。中には腕まくりをして楽しむ人の姿もありました。北海道に来たつもりが間違って九州来たかな思ったぐらい暑かって。いらなかったですね。ものすごい暑いぐらいです。本当に。いやー、着込みすぎたな。凍った湖の上で楽しむワカサギ釣りも暖かさの影響を受けていました。氷の厚みはまだ40センチ弱ございますので全然安全なんですが、日差しがねきつくなってきてますので溶け始めるんですよね。隣の森町の最高気温は15度と5月上旬の暖かさ。氷の表面が溶けて水浸しになっているため、普段は防寒用で用意している長靴を利用する人も多いということです。層雲峡の冬の風物詩氷瀑祭りにも影響が出ています。3ヶ月かけて作られた大小さまざまな氷像、ライトアップされた幻想的な世界が人気のイベントですが、氷が溶けて大きな水たまりができてしまっていますね。そして厚い氷の層だったんですが、木の枠組み見えてしまっている箇所もありますね。安全管理のため一部立ち入りを制限している場所もあるそうです。このお祭りがね、3月まで最後までないとやっぱり来る目的としてなかなか難しくなると思うんで、なるべく元の状況に戻して見ていただけるような風にメンテしていきたいと思いますね。